荒勝負になりました。共に130キロの力強武志、そして高山義弘、押し込んでいったのは力強武志、クレーンに上がれない、顔面を割っていった、顔面を割っていきました。高山も怒りの炎をつけました。エロを打ち込んでいく、しかし高山も応戦していきます。ヘビー級の戦いだ、そして